生活の場を失い増え続ける難民、暴力、女性に対する差別、セクハラ、格差と貧困、いじめなど命がないがしろにされ生きづらい時代だからこそ、日本国憲法を暮らしに生かしてほしいです。1945年8月15日、日本の敗戦とともにアジア太平洋戦争は終わりました。この年の日本人の平均寿命は男性が 23.9 歳、女性は 37.5 歳でした。今の時代では信じがたい数字です。戦後の平和は戦争によって奪われた数え切れない尊い命の犠牲の上に得たものです。だから私たちは平和を守りたいのです。理不尽に命を奪われた無念さと命の重みを胸に刻んで平和を守らなければならないのです。子供たちは豊かな自然と環境の中で育ち、命を大切にし笑顔で生きていける。それらを奪おうとする者に脳の声を上げ続けて行動していきましょう。命を生み出す母親は命を育て命を守ることを望みます。これが私たち母親連絡会のスローガンです。ぜひ仲間の配っている型紙、そして憲法9条の大切さを伝えるリーフをお伝えしています。I'm heading out.